両方見てね。はいはい。ヘッドさんが就任してから今日まで約7ヶ月、8ヶ月、やってたことすべてなくなりました。え、なんだったのこの8ヶ月。ヘグモさんのやってたことなんもなかったよ、なんか。なくなりました。ちょっと、前回前ヘグモさんがやった時は、ヘグモ式からの4231で、ちょっとやっぱヘグモさんの433からのなんかいい感じの攻撃だったんですけど、うん、違う、なんかそういうの全然なんか見えなかった。そういうんじゃない。じゃあ守り方がマチェイさんかって言われたら、マチェイさん、まあ、ぽくはあるけど、これそうだったっけみたいな感じだし、うん、なんかよくわかんなかった。うん、だから、俺は今回の、その、マチェイさんにするっていうのはもちろんポジティブな、あれとして受け取るけども、うん、今回の試合に関しては、その積み上げてきたものをもう本当にゼロにしたっていうことだ、うん、まあ、だったなって、結果ね、うんうん、試合を見ても、うんうん。これに関しては俺はちょっとフットボール本部に対してすごい不信感を抱いてます。先週ね、タイミングよく収録したじゃないですか。うんうん、収録したその日の夜だ、収録した翌日かなに、堀之内さん、なんか、うん、ね、声明文というか、インタビューに答えてましたよね、うんうん、それを見てどう思ったんですか。いや正直な話言うと俺その時点でいやまずその首を解任じゃないですか。はいはいはい。解任、うん、なんか更迭らしいんですよね。更迭っていう言い方してましたよね。だからってことは解任首じゃないですか。そうですね。いやもうその時点でもう俺不信感なの、うんうんうん、マチェイさん、まあ、前回も言ったけどそのマチェイさんにやっぱその交渉するのに、まあ、2、3週間前からもうってことは多分中断期間ぐらいでも多分そこで本当は変えれたら一番良かったのかもしれないけど、多分それがいろいろ間に合わなくて、この時期になって、うん、水面下で動いてたっていう時点で、でも、なんかその前とかも、なんかいろいろちょこっとなんかね、なんかいい感じで言ってたこと、堀さんが言ってたかどうかわかんないけど、なんか割と前向きな発言だった気がするんですけど、でも結局交渉してて、あ、じゃあもうその時点で解任しようっていうのは決まってたんだっていう風なのも思ったので、うん、もうその時点で僕は不信感なんですよね、うんうん、でやっぱ監督交代をそのすぐ してしまう、もう1年2年も経たずとか、もうここ最近のこの流れだ、もうそれは俺はずっとダメだよって擁護じゃないけど、もう今年はヘグモさんで行って、もし本当になんか残留、まあ、降格したらそりゃそうかもしれないって思うけど、まあ、残留まで行けたらまあ来年もしかしたらね、ポステコさんだったりポヤトスさんだったりの例もあるから来年も見たいなって、であの時のハマった時の433ってのはすごかったし、俺はずっとそれで行きたいって、行きたいっていうかそれを見たいって思ってた人間なので、結局ねそこを切ってしまったことでまた同じことをやった、で同じことやって、じゃあ前それまあいいよ、じゃあマチェイさんでじゃあ前進しましょうね、じゃあその前進する間マチェイさんが来るまで暫定監督だとしたら、暫定監督の、意見を参考にしたサッカーをするのか、ヘグモさんの残した遺産でサッカーするのか、なんかそのどっちともないような感じがしたので、うん、うん、もう何なのってなってますよね、はっきり言って。うん、そうか。うん、うん、まあね、まあ、その気持ちはめっちゃわかる、今回の解任劇だったから、レッズサポの人からしたらそういう意見きっと多いんだろうなって思うし、複雑なとこっすね。まあ、あとはマチェイさんが来てくれて、うん、やっぱ良かったねってなってくれるのを期待するしかないので、うん、こっちとしてはね、うんうんうん、今ここでじゃあどうこう言ったところで、まあ、来てみて蓋を開けてみないとわからないし、うん、マチェイさん、去年のマチェイさんのサッカーっていうのはやっぱ ACL 仕様のサッカーからの過密日程で、本来マチェイさんがやりたいサッカーっていうのを落とし込む時間がないから、結局 ACL 仕様のまんまのサッカーで行っての4位、うん、守備が強い、うん、だからそこが改善されるのかっていうのと、あとはやっぱもともとマチェイさんがやってたレフポズナンっていうのはめちゃめちゃ攻撃的なチームで、うん、マチェイさんのやりたいことも本当はヘグモ式ではないけど、すごい攻撃的なサッカーで、確かそれは去年のその開幕して1試合2試合とかそんな感じだったの、前に飛んでいけみたいな、すごいそんな感じのサッカーだったんですけど、あ、これじゃダメだみたいな感じで、多分守備に重点を置いたサッカーになってから、まあいろいろ結果が出始めたんだけど、やっぱマチェイさんっていうのも多分攻撃的な、だから守備的な感じで整えることもできるけど、本来は攻撃的なサッカーをする監督っていうことを考えると、まあ今後そういうまた面白いマチェイさんの本気の面白いサッカーが見れれば俺はいいかなっていうふうに今そうなっては来てますけども、けどもだ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 けど、うん、なんですよね。
うん、そう。なので、まあ本当に蓋を開けてみないとわかんないし、うん、もうなんかもうやりきれないというか、またここで中断期間が入るじゃないですか。はいはいはい。どうでもいいんですよ、代表なんて俺も今。はっきり言って。まあでも、プラスに捉えるなら、まあ監督変わって、まあその、あのスコルジャさんが、っていうか、あれっぽいですよね、ガンバ戦が初戦になりそうみたいな。そう、だからまあ、そこまでに、トレーニングとか、新しいそのやり方とかっていうのを、まあその、ね、今いるコーチとか日本とまあやり取りしつつだとしても、ちょっとでも落とし込む期間がまあ作れるっていう意味では、この中断期間はポジティブなんじゃないですか？いや、そう。で、いいんですけど、うん、なんか、マチェイさんが来日するのが、その、ガンバ戦ギリギリになるっていう話で。はい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 。そしたら、なんか、来て現地で見てる時間ってそんなないじゃんっていうね。うんうんうん。うん。その間どうすんのっていう。うん。ただまあ、疲れてるから選手としての休養は必要だから、まあ、確かにそうだな。あった方がいいかもしんないね。うん、うん、まあそうだな、結構求めすぎだな俺が。あとまあなんかそれで言うとね、なんかそれで切り替えてなんかよし新規一点やるぞみたいな感じでガンバ戦ですげえなんかいきなりいいサッカーされて負けちゃったりみたいのが一番打ち手としては怖いから。あのね、それありそうだなマジで。そういう意味ではこのままバタバタしといてほしいっていうのはありますけど。去年マチェイさんの時勝ってるもんね。やだ、去年とちょっと変な声出ちゃったけど、去年とはうちが状況違うから。そうだねうちの方が違いすぎるわ。そうだ。まあただうちもねちょっとあの引き分け続いててなんか思った感じのサッカーになってないから、そういう意味ではまあうちもちょっと取り戻すいい中断期間かなとは思ってますけど、うんうん、でここで原口元気ですよ。いやそうですね、はい、やっぱ来ましたね。 LINE でしょ、俺正直複雑って言ったでしょ。帰ってきてこれ来てくれたことは嬉しいけど、うんうんうん、まず第一に、うん、もっとヨーロッパで活躍しててほしかったなっていうのと、まあ、やっぱまず第一そこか。そう、うんうん、で、うん、そうだね、別にヨーロッパでそのままいいチームでどっかで引退してくれても俺はそれでも良かったかなっていう、うん、もちろん浦和に戻ってきてくれて浦和のためにね頑張ってくれるのはそれは嬉しいんだけど、うん、原口元気っていうすごいあんだけの選手だったらもっと向こうで頑張ってほしかったなっていうのがまず一つ。あと今の元気が戻ってくるともうあの頃の元気じゃないんですよ、うん、ウィングでバーンって行ってた元気ではないので、でもちろんヨーロッパでもねスットガルトでボランチとかも出てたりしたじゃん。そうですね。でそれこそヘグモスさんだったらもうインサイドハーフもう確定だったんだけど、マチェイさんだったらじゃあどこ行くのっていう話で、うんね、トップ下だから渡辺龍馬ボランチにしたの、でグッサン、うん、龍馬えどうなんのって感じで、うん、わかんないですよ。だから確かにどこで使うかってそう言われてみるとちょっとわかんないですね。だもう俺スタメンはねえんじゃねえかなって思うんだよね。うん、マチェイさんのサッカーってまあヘグモさんのインサイドハーフってほどじゃないけど、なんかその中盤を8番の選手を2人欲しいみたいなことをよく言ってたので、まあだとしたらもうグッサンとそれこそ小泉なのか渡辺龍馬なのかってなるともう出る場所がないんですよ。俺は絶対渡辺龍馬逆にトップ下ぐらいにいてほしいから、じゃあここ誰いるって言ったらグッサンだから俺もうじゃあ安いしかいないじゃんってなるんですよ、グッサンの周りカバーできるに、うん、となるとあのまあでもマチェイさんの場合はヘグモさんほどのウィンガーウィンガーって感じじゃないので、うん、4-2-3-1 だとしたらこのサイドハーフっていうのも、うんうんうん、そのウエーって縦に行くようなサイドハーフの使い方ではないと思うから、別にそこでも元気はいいのかなって思うんですよね、うん、うん、そう 4-2-1-3 みたいな3トップのこことかだったらなんかまた違う気もするし、今の元気の場合ちょっと難しいですよね、うん、いやでもトップ下はなんか小泉な気がするんですよね。去年もスコルジャさん結構小泉トップ下で使う機会多かったと思うんですか、うん、小泉のことめっちゃ重宝してるからね、うん、まあ、その監督によってやっぱ序列も変わると思うので、そう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 、だからそうね、だからやっぱ小泉のあの守備とかもすごいいいし、だからやっぱそこの小泉が疲れてから原口元気が入ってくるのかな。うん。で渡辺でもそしたら左サイドだね。ああ、そういう使い方もできますもんね。うん。そしたら石原疲れてから関根がサイドバック行けばいいだけの話なんで。うん、うんうん。うん。だから、
そう。一回石原がその、出場停止の時の関根の右サイドバックはすげえ良かったから、え、つくか、それでいいじゃん。まあ、うん。で、渡辺龍馬だったら守備もまあ、ね、いけるっちゃいけるしね。うん。そう、ぶっちゃけだからね、レッズ選手いっぱいいるから、逆に悩むんですよ。どの選手どこに当てはめようみたいな。そう、だからそうなると今度、本間シオンと武田とかどうなってるんだろうなっていうね。そう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 。その辺の序列、うん。武田なんかあれ絶対に生かしてほしいなって俺思うんですよ。ね、むしろ前半の調子良かった時のプレー見てたら、もっと試合いっぱい出して、経験値積ませてあげたいって思っちゃいますよね。アマチェイさんは見てないからさ、武田とかさ。うん。うん。だその辺もちょっとどうなってしまうんだろうなっていうとこだよね。うん。で、グッサフソンに関しては今回出なかったけど、まあ、グッサフソンが今回出なかったのは多分相手が町田だったからっていうのがあるんだけどね。うんうん、だからボールロストするから、それ絶対町田狙うからさ。うん。強度的な部分でもってね、まあ。そうそう。だから多分使わなかったと思うけど、うん、マチェイさんがグッサフソンを使わないってことは絶対ないと思うんですよ。よく知ってる。うんうんうん、逆にグッサフソン生かそうとすると思うんで、うん、なんか難しいよな。どうなんだろうな、本当な。うん。まあそんなことよりセンターバックだよ。まあそうっすね。うん。センターバックです。ね、とはいえもういる選手でやるしかないから、そうそう、どうやって意識を植え付けるかっていうのと、どの範囲を、どのプレーゾーンでどの範囲をっていうところじゃないですかね。それをこうスコルジャさんがどれぐらいこうチームで作るかっていう、だから結局やっぱまた守備からって話になっちゃうんですかね。そうだよね。残留のためのねっていうね。また守備からっていうタスクになっちゃうのかな。ホイブラーテンがね、そのね、具合がっていうか、そのコンディションが悪い、うん、まあその、まあ疲れもあるし、コンディションが悪いっていうのもあるんだけど、やっぱね、ショルツがいなくなってから、ホイブラーテンなんかおかしいんです。なんかね、それはわかるっす、うん。うん。なんか恋人と別れた、ね、別れた、うん、そうか、うん、好きな人と別れた恋人みたいな感じで憔悴しきってるというか、うん、なんかね、やっぱ全然違うんですよね。うん。まあそらそうだよなって、ショルツだもん。ショルツ、そのショルツがいねえんだもん。そらそうだよ。うんうんうん、そうですよ。ショルツ、やっぱり、リーダーでしたから、ええ、そう、そのディフェンスラインのリーダーでもあったんで、ええ、そこでしょうね。はい、もうね、うん、多分ホイブラーテンってあんまりディフェンスリーダーってタイプじゃないのかもしれない、ね。なんか僕もなんかそう思いますね。うん、リーダーがいてこそ俺生きるぜ、みたいなタイプな気もするから、うん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 、なんか、うん、もちろん、その声も出していろいろやってるのかもしんないけど、なんかちょっと違う気がするんだよな。うん、やっぱ違う気がしますね。そう、勝率ありきのホイブラーテンみたいな気がするんで、うんうん、ってなると井上と佐藤陽太だとそもそうじゃないので、そうなんですよね。逆にそんぐらいやってくれよって思うんだけど、うん、うん、井上も悪くないし、佐藤もいい時はいいけどっていう感じなんだけど、結果やっぱ勝率と比べてしまうとっていうのがあるので、うんそこですよね。いや、やっぱね、ディフェンスはね、3枚にせよ、4枚にせよ、そう、誰がラインをまとめるのかって、コントロールするのかっていうところ、うん、やっぱり重要っすよね。ただ、能力の高い選手が揃ってる。ればいいって問題じゃないから、うん、うん、それをやっぱうちは今年やっぱ中谷が来てくれてすごい感じるから、そうなんですよ。だから僕は井上もうめっちゃ能力高い選手だと思うけど、うん、やっぱそこなんですよね。なんか今レッズにいるセンターバックの選手ってみんなそのリーダーとしてまとめる引っ張ってくっていうタイプではなさそうなんで、うん、なんかそこな気がするっすよね。単純に能力云々っていうよりかは。まあね。うん。まあだからまあ、リーダーというか、その、まあ、キャプテンは西川くんなんだけど、うん、やっぱその、ロスタイム出演してしまうのとかも、やっぱその、なんか、そういう時に劇を飛ばせる選手っていうのが、まあ、その、ちょっと前にも言ったけど、いないんですよね、今、フィールドプレイヤーの中で。うんうん、ってなると、やっぱ原口元気っていう存在がでかいかなっていうのはあって、はいはいはい、まあ、センターバックではないけども、うん。ああいう選手がいることによって、やっぱそういうとこも閉まるかなって思うし、確かに。うん。一回なんか、練習の時に、ミニゲームで、残り時間少ない中で、ポンって軽いプレーをして点を取られた時に、それもったいないよって練習の時にすごい劇を飛ばしてたっていう、ね。そういう話も聞いてるので。うん、うん。うん。だからまあ、元気はもしかしたらそういう、クローザー原口元気がいや、でもキャプテンあるんじゃないですか、気持ちのクローザー、うん、うん。まあでも、そういうのではあるかもしれない。プレイでのクローザーじゃなくて。ね、うん。ね、もしかしたらそういうのはあるかもしれないけど。うん、まあちょっと、もう本当ちょっとね、次の頑張りがどうなるか。
まあ、ガンバかよ、ここで。本当に。マジか、嫌だな。お互い嫌っすね、このタイミングでっていうのは。うちからしたら、もう、このタイミングでなんで相手ガンバなんだろう、カシバとかガンバとかそういうノリで、うわっていう感じで、ガンバとして、え、マチェに戻ってきて、なんか変わったレッツとか、ポンやられそう、うちみたいな感じでしょ。そう、そう、まさにそんな感じっす。うん。いきなり変わる。結構怖いっす。でしょ。そう。とりあえず、どんな感じで来るのか、どんなスタメンで来るのかが、もうシャッフルされるわけだから、そう、わかんないからね。データがない状態になっちゃうから、うん、そういう時が一番怖いんですよね。ああね、うん。そうなんですよ。なんだかんだ言って、言うてやっぱ町田に引き分けてるわけですから、うん。そう。で、まあ、最後のプレーもあったし、まあ、西川選手がいなかったら負けてたみたいな、まあ、意見もありましたけど、でも結果として、最後までね、一つ間違ったらというか、勝ったかもしれないような、こう、試合をしたわけなんで。まあ、本当は 3-1 だったからね。そうです、そうです、そうです、そうです。って考えると、ちょっと怖いっすよ、うち的には。まあね、っていうふうにポジティブな考え方だったらそうだね。うん、まあ、勝ち点2をうちはまた失ってしまって、たわけだけど、うん、結果引き分けたことによって町田には勝ち点1しか与えずにサンフレッチェが上に出たじゃないですか。首位は陥落させたんですよ。そうですね。一応ね、そこ最低限のそれはしたかなっていう、うん、違う、それが最低限じゃよくねえんだけど、うん、まあいいや。そう、いやでもね、もうサンフレッチェっすね、今年は。サンフレッチェまたなんかすげえの、なんか、そう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 、ポルトガル元代表の、そうそうそう、いやちょっととね、あのピースウィングスタジアム1年目で、新スタジアム1年目って、まあうちもそうでしたけど、結構こけがちじゃないですか。うん。いや、広島もあるぞって思ってましたけど、全然でしたね。ね。うん。いや、ちょっと今の広島なんかもうフロントから、なんか一体感がすごいなって思います、ね。もう強化部とかもさ、もうすごい適材適所で、うん、それこそ、大橋がいなくなったらすぐとかさ。そうそうそう。なんで浦和レッズはそうやって動けねえんだろう。いやー、ちょっと羨ましいっすもん、見てて。うん、羨ましいよね。羨ましい。うん。なんかもう、ちょっと、火の打ちどころがないというか。そう。そう。で、あんだけ強かったら、文句の一つも言ってやりたいぐらいなんですけど。うん。なんか、文句も言えないぐらいいいサッカーしてるし。そうそうそう。悔しいぐらいに。そうなんですよ。っていうね。そうそう、そう。うん。あ、知ってます？今回。え、なんすか？今日面白い話あるんですよ。あ、ひょっとしてあの、タオルの話ですか？そう。あれね、俺ね、現地でね、見てたのよ。はい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 。あの、パッてやって、やった時に、コーチ、テックコーチが、あの、ふって、あ、なんかやってんな、みたいな。ちょ、俺からしたらちょっとこういう感じだったんだけど、うん、こっちの方だったから、あの、お、なんかやってるぞ、みたいなね。で、なんか、その後、なんか、揉めてそうだな、みたいな。応援しながら、揉めてそうだな、みたいな。うん。で、あれ、よく見てみたら、入ってよく見てみて、で、X とかも見たら、あ、やっぱそんな感じだったんだ、って、うん。だいぶバズってましたよ。うん。うん、で、そう。俺ね、頭拭いてんのも見たから。あ、見ました。頭拭いてね、あれって思いながら。でも、こう、応援集中しなきゃと思って、周りに頭拭いてるよ、あれとかとも言えずに。そう、それも見てて。はいはいはい、で、やべえ、やってると思って、あれ、これすげえなと思ってたんですよ。うん。で、なんかその、頭拭いて、油をつけたみたいな。うん、ね、頭の油をつけて、みたいな。そう、で、それに、うちのジェバリが反応してました。そう、それがめちゃめちゃ受けて、勉強になる。そうそうそう。ぜひやってほしいわ、ジェバリ。ってことは、ジェバリがそれを見て反応してるってことは、やっぱみんなそう思ってんじゃんっていう話で。もうちょっとネタ化してきてますよね。ね。うん、選手の間でも多分ネタ化してきてる気がする。ね、うん。あれ、でもピッチ脇にあのビニール置くの危ねえと思うんだよな。そう。あの、ビニールは危ない。ねえ。そう。あのスタッフのお姉さんが動いてるのは、まあ、あのスタッフさんだから全然いいと思うんですけど、うん、あのビニールに巻いてんのは普通に滑りますからね。そうだよね。うん、あれなんとかした方がいいと思いますよ。マジで危ないと思う。だからそういうことをやってないで強い広島ってやっぱすごいなってなるよね。まあね、そうなっちゃいますよね。うん、うん、なっても仕方ないですよね。そうそうそう、うん、ね。でもマジであのビニールは本当に危ないと思うから、うん、なんか早急になんか対応してもらった方がいい気がするね。うん、ね、うん、あとこれね、とあるそのあの YouTube の僕のすごい試合分析してる島崎さんっていうね、はい、裏剣っていうあの裏剣フットボールっていうその、まあ、YouTube やってる人が言ってたんですけど、はいはい、スローインの時に、うん、こうあんまり投げないでいると遅延行為になるじゃないですか。はいはい、あれね、浦和じゃねえ、町田って、その、
ボール取りに行ってタオル拭いてって、あれで20秒30秒ぐらいかかってるらしいよ。あ、そうなんだ。そう、だからこれって遅延行為じゃないって言ってたんで。で、俺もそれ見て言われて初めて気づいて。うんうん、うん。あ、確かに。と思って。うん。確かにね。2、30秒は確かに長いっすね。そう。なんかね、うん、数えたんだかわかんないけど、やっぱかかってるらしくて。へぇ、毎回それが時間かかってたら、それ遅延行為じゃんって。でもタオルを拭くことによって、それが、なんかなんつうのあれになってるみたい。そういう風にならないってこと。そうそうそう。で、それっておかしいじゃんっていう話で。言われてみればおかしいですね。で、イングランドの2部かなんかでさ、もうタオル禁止になったんでしょ？あ、そうなんだ。そう、なんか、その、ロングボール、ロングスローばっかやってくるチームがいて、なんかタオル、そのなんか禁止になったみたいな、なんかどっかの記事で見たんだけど、これ日本も禁止した方がいいんじゃないっていうね。うん。うん。まあでもなんかこのままこの論争続いたら、そのうちなんか何かしらの対策は出てくるんじゃないですか。そうだよね。うん。まあ今んとこだって擁護してるのは町田のサポーターだけですからね。いや、ほんとそう。うん。他のチームのサポーターでどっか、いや別にいいんじゃねって言ってる人、少なくとも僕の周りでは一人もいないんで。うん。うん。まあちょっとなんかその辺は対策してほしいなというか、まあなんか考えてはいるんだろうな。とは思うんすけどね。まあね。うん。ああ、もうさっと終わらせようと思ったのに話しすぎちゃった。一番やべえ。結局ね。ね。この辺でにしておきます？はい。ちょっとすみません、長くなっちゃいました。もうさっと終わらせたかったんですけど、言いたいことがありすぎちゃって、はい、もう。しょうがない、そういう試合でした。はい。すみません。はい。ということで、中断期間になって、直接対決ですか。はい。ついに。はい。はい、なんで、ちょっとお手柔らかによろしくお願いします。いや、こちらこそです。本当に、それは本当にこちらこそです。まあまあそういうことで、まあでも結果的に町田が久しぶりに首位から陥落して、広島が首位になったっていうことで、まあ勝ち点では並んでるんでと、まあうちも、まあ試合ちょっとまあ中止になりましたけど、まあ結果的にそんなに離されなくて、まだ可能性残った状態なので、そういう意味ではありがとうございますっていう感じの、はい、はい、ところで、次回よろしくお願いします。お願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さあ歩き出してみよう。